今回ですね、カリブ海に1年間滞在できるリモートワークビザというものを紹介していきたいと思うんですけども、先日エストニアに1年間滞在できるデジタルノマドビザっていうのを紹介したんですね。それに続いて今回は新しくこちらのカリブ海のバルバドスっていうね場所にある1年間滞在できるリモートワークビザについて海外のサイトから情報を得たので、それについて話をしていこうかなと思います。まずカリブ海のバルバドスって一体どこなんだっていう話なんですけども、私も初めて聞いたんですね。でどこかっていうとここですね、バルバドス島っていうところですね。ザ島っていう感じなんですけども、もう少し分かりやすいように地図引いていきたいと思います。ここにアメリカがあって、ここにコロンビア、ベネズエラがあって、この小さい島カリブ海がこの辺にずらっと並んでるんですけども、ここのバルバドスっていうところが今回話する場所になります。でもう少しこのバルバドスっていう場所についてどんな感じのところなのかっていうね、写真で検索したんですけども、こんな感じで海が綺麗な場所ですね。だいたい人口が28万7千人の人たちが住む小さな島らしいんですけども、ここから詳しく今回のビザに関しての詳細について話をしていこうかなと思います。今回この海外の BBC のサイトから手に入れた情報なんですけども、分かりやすいように今回はね翻訳しながら一緒に見ていこうかなと思います。大事な部分を拾ってきながらね、上から解説していこうと思うんですけども、まず今回のビザの費用に関してなんですけども、1人当たりだいたい2000ドルということで20万円弱と考えてもらえればと思います。そしてもし家族一緒に行きたいという場合は3000ドルということで、日本円でだいたい30万円弱といった感じになってますね。で今回のカリブ海に1年間滞在できるリモートワークビザを手に入れる条件なんですけども、年収でだいたい5万ドル、日本円にして500万円以上得ていて健康保険に加入している必要があるといった感じになってます。申請からだいたい1週間以内にね合否が出るといった感じになってるようですね。でこのカリブ海のバルバドスの天気に関してなんですけども、だいたい年間通して平均で27度と晴れの日が多くて過ごしやすい気温になってるといった感じになってるようですね。で次にね、大事な点として宿泊の費用に関してなんですけども、だいたい海の近くの沿岸地域っていうのは海に近ければ近いほど高くなってくるといった感じで、別荘とかアパートとかホテルに滞在することになるようですね。でだいたい滞在費用に関してなんですけども、日本円で月額13万円14万円ぐらいですかね、そのぐらいがかかるようになるといった感じになってます。こちらでのアクティビティに関してはビーチでサーフィンしたりとかダイビングしたりジェットスキーができるよと。そして次にあまり家族連れで行く人は少ないかと思うんですけども、一応学生ビザなんかも用意されていて子連れでも来れますよと。そして次に生活費に関してなんですけども、一応インターネット回線に関してはイギリスよりも高速のブロードバンドが貼ってあるといった感じで、ネット環境に関しては心配ありませんよと。コストに関してはネット回線高いようですね。そして食料品に関してはスーパーではおなじみのブランドなんかは揃ってるようなんですけども、多くの商品が輸入品であるために結構高いかもしれないと。ただ電気とか水道に関してはヨーロッパの首都よりも公共料金は安くなるという感じです。そして次に害虫に関してなんですけども、バルバドスに一定期間滞在するとトカゲやムカデなどに遭遇する可能性があると。これちょっと嫌ですね。また蚊に刺される可能性もあるということで、結構虫は多くいるような感じのようです。気をつけてくださいといった感じでざっくりと話をしたんですけども、現在このバルバドスに入国すると入国者全員にマスクの着用と PCR 検査、そして陰性証明を求めるということなので、その検査を通ると入国することができるといった感じになっているようですね。で実際にこのカリブ海のバルバドスのリモートワークビザ申請したいという方は、この動画の概要欄に申請するための URL 載せておきますので、チェックしてもらえればと思います。まあこれを聞いてる方ね、普段ノマド生活なんかしてる方にはね面白いんじゃないでしょうか。というわけでこの他にも私がね先日話したエストニアに1年間滞在できるデジタルノマドビザの申請法に関しても他の動画上げてますので、そちらに関しても興味があれば合わせてチェックしてみてほしいと思います。というわけで今後もねこういった海外のノマドに関する情報なんかもどんどん紹介していこうと思いますので、ぜひこの動画のチャンネル登録とこの動画にいいねボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。